回簡単に解説をね、いたしましょう。まずウォークリングですね。まあ中級というか初級の初級のなんだ中級手前だもんね。ウォークリングいつも通りよいしょよいしょでクローズドプロムナードをしてバックコルテをしましたらウォークを2本してオープンリバースターンの2本と一緒ですけども、リバースアウトサイドスイブルというのをしますね。スイブルというのですね。これは非常にいいステップですけどね、あんまり皆さん使われないですけれども、2本タップをします。ここまでがリバースアウトサイドスイープですね。4ステップ1、2、3、4。そしてフォーラウェイプロムナードをしましょう。スロー、クイック、クイック、スロー、クイック、クイック。ここまでですね。リバースアウトサイドスイープじゃなくてフォーラウェイプロムナードね。フォーラウェイプロムナード、ちょっと向きを変えてしますとこれもいいステップですね。フォーラウェイプロムナード、ね、スロー、クイック、クイック、スロー、クイックとクイックですが、このフォーラウェイと言われる理由は PP、プロムナードポジションで交代するからなんですけど、この時にね、男女とも、まあ、スロー、クイック、クイック、この足がちょっと縮んだりしてつきやすいので、ちゃんとこういうふうにね、ちょっと角度を変えると。ちょっとカメラから見やすいと思いますが、ね、足を出すとき歩くときと一緒ですから、いつも ここに三角形、ね、トライアングルベースができる、ね、トライアングルベースができるようにしていきたいと思うので、縮こまったままこういうふうについたりすると、ね、いけませんので、トライアングルベースの練習になりますね。スロー、クイック、クイック、ね、こんな感じで頑張りましょう。